いいからこいで進んでいこうって、あ危ない、ウォータースライダー行ってみようってひっくり返る、ぐるんぐるん扇風機楽しすぎる。みなさんどうも、コンコンチドヒーです。ツッコミ役の先生です。今日やるゲームはこちら、ふにゃちんの大冒険ヒューマンホールフラットだから。今日は大人数で頑張ってやっていくぞ。今日はウォーターをやっていくぞ。っていうかすっぽんぽんの人多くない？っていうことはすっぽんぽん祭りだい。やんなくていいよ。いくぞ、すっぽんすっぽんでせっぽんぽん、はい、すっぽんすっぽんでせっぽんぽん、はい、って言ってる間に一人で行っちゃってる。置いていかないでよ。息続かなくてやり直し、顔の上にお尻めちゅう、だからおならしちゃったよ。なんで顔におならぶっかけるんだよ。おまけに先生にもおならぶっかけないでよ。おい戻ってきてくれよ。少しずつ戻ってきてくれたよ。よかったよかった。じゃあみんなこれに乗るんだって、届かない、またまた溺れてやり直しで、あちょぴちょぱー。気づけば大人数でごちゃごちゃになってるよ。大人数でのプレイは大変だよ。っていうか船が流されちゃってるよ。これでここから出れない、あじゅびじゅぱー。こうなったら持ち上げ大作戦でボートに捕まる、いけーって全然届かない、作戦失敗、あじゅびじゅぱー。人の上に落ちて衝撃映像だよ。あれ、いつの間にか船がなくなってる、最悪だと思ったけども、もう渡ってる人いるよ。じゃああとは溺れたらいいだけ、誰かに頑張らせて落ちればいいだけのゲームだから。違うわ、自分で頑張れよ。次はイカダで大移動だ、みんな乗るんだ。よーし乗り込んだぞ、みんなもどんどん乗り込め。それじゃあ僕が漕いで大移動だと思いきや、みるみる沈んでるよ。こっちに固まりすぎだよ。どんどん沈んでるってバランスを取るんだよ。チームワークが悪すぎだよ。ようやくバランス取れたか。あ、また沈んでる、大変なことになっちゃってるよ。なんとか戻ってこれたけど体勢がひどいよ。そして戻れない、誰か助けて。ありがとう、助けてくれたから罰金100万円。なんで罰金になるんだよ。イカダが全然先に進んでないよ。このペースだと着くのが明日になりそうだ。そんなにはかからないでしょう。こうなったら協力プレイでイカダを進めていくって、何やってんだよ。イカダがひっくり返っちゃうよ。なんとかイカダは耐えたけども、僕が溺れてるよ。ずっと水の中だよ。こうなったらこの水全部飲んじゃおうかな。そんなことできないから。水の中で手こずってたら先に進んじゃったよ。また自分の力で進まなかったのかよ。ここはこの棒をあっちのイカダに引っ掛ける、頭めちゅう。頭思いっきり叩いてんじゃないよ。場外ホームラン飛び出しちゃったよ。観客のハゲおじさんも大はしゃぎだよ。あれがスッポンポン祭りの踊りだよ。スッポンポン祭りってあんな踊り方なの？そしてハゲたおっさんのおならを浴びる。何のためにだよ、意味わからんな。これでジャンプ力アップだ。パワーアップとかしないから。次こそうまく引っ掛ける。やった、うまくいったぞ。あとはこっちに引っ張ってくるだけ。みんなここに乗るんだ。みんなが乗ったところで自分も行ってみる。ギリギリだった、急いで上に上がろう。あれ、なかなか上に上がれない。上がったと思ったら下に挟まっちゃったよ、助けて。このまま下進んでって大丈夫なのかな。っていうか気づけば落ちそうになってる。っていうかもう落ちたい気分。なんで落ちたいんだよ、助かろうよ。この橋の下を進んでいければ助かるかもしれない。よし橋を抜けたぞ、あとは上に上がるだけだ。ってやり直しなのかよ。しかもここからか、もういかだないから先進めないよ。仕方ないから落ちて大移動だ。今日これでしか進んでないよ。これが大人数の醍醐味だから。みんなで協力してないし良さが出てないよ。じゃあ僕はこの浮いてるやつに捕まってるから水流して。自分でやり
なさいよ。ハゲおじさんと一緒にダムの決壊を待つっていうか、一人で頑張って作業してるな。みんなで協力しないとダメでしょ。何もしてないと日が言うなよ。ダムが決壊したぞ、行くぞ。だけど流れる前にひっくり返りそうになってるよ。このままひっくり返っちゃった。早く元に戻さないと。全部うまくいかない。あちぺちぱ。このまま進んでたら戻されちゃうんじゃないの。なんかわけわかんないことなってる。どうなってんだ。あー元に戻れそうだ。だけど戻っても引っかかっちゃったよ。すっぽんぽんハゲ二人うまくいかないな。うまくいかないから今回はギブアップ。めでたしめでたし。何がめでたいんだよ。最後まで頑張れよ。引っかかって動かないから木をずらすか。邪魔な木をどんどん流していこう。これで邪魔なものはなくなったって。僕まで流れてる。木と一緒に流れてっちゃってるよ。浮いてるやつで流れたかったのに。あちぴちぱー。このまま下まで流れてきちゃったよ。次は観覧車みたいなやつ。みんなでくっつくと動かなくなるから僕は見とこうかな。さっきからずっと見てるだけじゃないか。だけど僕にはハゲ頭をつかむっていう役目があるから。それは役目じゃないから。すっぽんぽん同士でじゃれ合ってるよ。変なトリオが生まれちゃったよ。ハゲ頭ずっとつかんでたら誰かがクリアしたみたい。ドジ何もせずに終わっちゃってるよ。それじゃあ次のステージ行ってみよう。まずは扇風機。そしたら扇風機で回るしかないっしょ。そんなことしてないで先進めよ。こんなことやってる間にみんないなくなっちゃってるよ。先に進まれちゃってんじゃん。大人数でやってる意味なし。大丈夫。こっからみんなを抜いて大逆転してやる。そしてハゲハゲブラザーズの優勝だ。優勝狙うゲームじゃないから。しっかりとコードをつなげていく。これでドアが開いたぞ。さあ先に進んでいこう。次のところにももうみんないないのか。どんどん進んじゃってるな。こうなったらショートカットするしかない。今回は落ちずに進んでくんだな。なんか棒を渡されたんだけど。こうなったらモグラ叩きならぬハゲ叩きだ。また変なこと始め出しちゃったよ。逃げるのがうまいな。ハゲを叩くのは難しいってことが分かったから、これを自由研究にしよう。変な自由研究するなよ。ここからハゲの大逆襲だ。ハゲの逆襲ザ・ムービー絶賛公開中。後悔してないよ。早く先進みなよ。ショートカットで進んでいくぞ。ショートカットした先にはもう誰もいないよ。だいぶ遅れを取っちゃってんじゃん。この穴からは先に進めるのかな。穴を抜けた先にはネザー。ネザーゲートじゃないよ。マイクラじゃないんだから。こっからどうやって進めばいいんだ。よくわからんな。困ってたら遠くから誰かやってきた。先に進めるようにしてくれるのかな。この橋が動くのかな。やったー届いた。勝ち確定。勝ちとかないから。次に進んでいくのはここかな。踏んでる時しか開かないのか。じゃあ誰かに代わりに踏んでもらおう。踏んでた人はどうするんだよ。その人とはここでさようなら。ひどい考え方だよ。でもなぜかこっち来れてるよ。ならばここでさようなら。なんでそんなにさようならしたがるんだよ。次はあの紐を取ればいいのか。どうすればいいんだろうな。あれ助け合ってドアを抜けようとしてる。見捨てたらいいのに。またまたひどい考え方だよ。これをあげればいいと思うんだけど、なかなかうまくいかないな。あとは頼んだ。他人任せばっかりだな。あのベルトコンベヤーにくっつくってことか。だけど動いてない。ただぶら下がってるだけか。もう一人が動かしてるんでしょう。僕の超能力で動いたんじゃないの。そんな能力ないから。じゃあ僕もベルトコンベヤーで運ばれてみよう。うまく上に上がれたぞ。そしてこの紐を掴む。いぞーって飛ぶ方向ミスって落ちていく。失敗しちゃった。あちぴちぱー。そしてよくわからん場所に到着。先に進んだのか。やっぱり落ちて進んでくんだね。これでみんなに追いついたぞ。ここは石炭を取りに行かなきゃいけないんだよな。って掴んで暴れないでよ。
そしてハゲおじさん、炎つけないで。もうめちゃくちゃすぎて、あじゅぴじゅぱー。もうとんでもないことになっちゃってるよ。急にみんなが暴れだしたね。ゾンビ化したのかな。そしてドイヒー焼き準備中だよ。美味しく召し上がってね。そんな商品食べないよ。ふざけてないで、石炭取りに行きましょう。ってもう終わっちゃったよ。このステージ何にもせずに終わって、あじゅぴじゅぱー。あのステージはまたもう一回やるとしますか。というわけで今日はここまで。よかった高評価お願いします。それじゃまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。